こんにちは。ことふみこおりやの渡辺です。とらさんの奥さんメラさんからまたメッセージが届いてますのでご紹介します。2月16日の2時47分にアップされた、まあ、固定されたツイートに出ているものをご紹介します。ドナルドと私はこれからもこれからもご支援を賜りますよう心より感謝申し上げます。残念ながらツイッターは 彼が作成したページを一時停止し続けます。彼は Facebook にいますので訪問してください。Facebook のアドレス、リアルレゴトランプ、そして彼にあなたのサポートを示してください。リツイートとフォローをお願いします。というメッセージです。Facebook をちょっと覗いてみました。 戸田さんのフェイスブックページからかいつまんでご紹介します。まず、表紙がこんな感じです。アカウントは、アットマーク、全部小文字です。real, lego, trum, p もう一度言います。real, lego, trum, p です。で最新の 投稿が今日日本時間で2月16日の多分2時頃の投稿です。私たちは世界第一の民主主義を始めるべきだと思う。私はあなたのうちの誰もがそれを見たことがない。なぜならそれはどの国にも存在しないからです。その仕組みはあなたはあなたの地域から代表者を選ぶ。その代表者は投票した人々の欲望、ニーズ、信念に基づいて行動する。 すべての投票がカウントされ、すべての声が聞かれる。それは狂った考えだと分かっているが、うまくいくかもしれない。というものです。ちょっと前に遡って楽しそうなものだけご紹介します。2月15日、8時8分、まだ仕事を終わらせている。2月14日、14時27分、私たちがセロラしてある世界を示すために一緒に世界記録を、 設定しましまょうこれを今までで一番シェアされた投稿にしよう。2月14日13時30分民主党ビッグテクノロジーメインストリームメディアはトラさんに投票した人全員を阻害しようとしているしかし彼らがあなたに投票したカウント7422万2593でもあなたは一人ではありません。 それは米国史上現職の大統領に最も投票していることです。あなたの声はまだ聞くべきです。1月6日に首都で起こった暴力は推定800人に絡んだ、及んだ。これらの800人は私たちを代表してはいません。マガ運動は常に平和な運動であり、この偉大な国で本当の変化を起こす運動です。ここのの動動ききはは耳にするでしょうこの動きは 政治家が大企業ののの手当ててををするるではなく実際に選出した人々の話を聞いていることですこの動きはアメリカファースト当選した職員が約束する場合その約束を守るか責任を負う必要があります。今日私と一緒に参加してください。あなたの声を聞いて2月14日9時ごろです。木を緩める必要がある。以上取り急ぎ。 トラさんはフェイスブックでまた精力的に書き込み始めているようです。それではまたありがとうございました。